はい、皆さんこんにちは。今日プロ YouTuber のカツッパです。それでは ARC112 回目、続き C 問題やっていきます。スタート。DFS ゲイン。高橋くんと青木くんは N 頂点の熱機器を使ったゲームをします。木の頂点には H から N の整数が振られています。この木の根は頂点1であり、 V イコール2から N については、頂点 V の親は PV だよと。これね、 V より PV の方がちっちゃいことがあるんだけど、あ、そうですね、それ系です。はい、最初各頂点にコインが1枚ずつ置かれています。はいはい。で、頂点1には駒が置かれていて、高橋くんと青木くんは、高橋くんから始めて交互に以下の操作を行います。駒の置かれている頂点にコインがある場合は、そのコインを獲得し手番を得る。で、駒の置かれている頂点にコインがない場合、最初とかそうですね、以下のルールで駒を動かす、もしくはゲームを終えると。駒が置かれている頂点のこのうち、コインが置かれている頂点が存在するときは、そのうちいずれかの頂点を選んで、その頂点に駒を動かして手番を終える。まあ、コインがある方向に動かすですね。ん、そんなことあるの？最初頂点に1枚ずつ置かれてね。で、存在しないときは、駒が置かれている頂点が根ならゲームを終えて、そうでないときは、駒が置かれている頂点の親に、あ、親に行くんだ。はいはい。だから、まあ、子供にコインがあったら、そのどれかに行くんだけど、どの子供もコインがなかったら、もしそれが根だったらゲームを終えて、そうじゃなかったら親に行きますってことね。これはね、DFS ですね。はい、で、高橋くんも青木くんも自分が獲得するコインの枚数を最大にするために最適な行動をしますよと。高橋くんの獲得するコインの枚数を求めてくださいということで、DFS なんだけども、DFS ってその子供どれから行くかっていう順番が、自由なので、そこをうまく選んで自分の量を最大化してくださいってことですね。はい。まあ、すごく再帰的な構造をしてますから、普通に DP は動くだろうなっていう気がします。ということで、今からおもろに DP のテーブルを定義しますけど、そもそもこの DP が回ることは私はまだ確信を持っていません。だいたいこういうのから始めます。DPN って言ったら、これノードの N です、ノード。はい。は、これは、DPN は、これがノードね。これノードですとやって。これは、頂点 N を根とする部分儀。分儀で最適にしたときの最適行動をしたときの先手の L 量。先手のスコア。まあ、先手のスコアと後手の、あ、そうか、先手のスコアの最大値ですね。まあ、別に最大値もクソもなくて、最適に行動してるから、ある一つの値が決まります。ミーマックス定理から一つの値が決まります。先手のスコア、後手のスコアですね。はい。こういうの持っておけばいいんじゃないですか。で、DP 葉っぱは、DP リーフは、これは、先手は、あーで、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。あ、これちょっと、あれだな。よく見ないといけなくて、コインがなかったとしましょう。で、そしたらコインがある方に動くんだけど、動かした人じゃなくて、その次の人がこのコイン取るから、動かす人は、取れないんだね。困ったね。で、動かす人が親に動いたときにいなかったら、取る人が変わるって感じですね。ちょっと、かわいそうですね。まあ、最初頂点にないから、頂点 N を根として N にはない。N にはないとしましょう。N にはない。で、先手後手って難しいんだけど、まあ、N にないから、N にないときに先手の人ね。だから次下に下ろす人みたいな感じです。はい。の時の先手のスコア、後手のスコアにしましょう。うん。ってやると、DP リーフは先手0だし、先手0、後手0ですね。まあ、これでいいよね。はい。はいはい、そのはず。ちょっと待ってよ。で、戻ってきたときにどっちの番かっていうのは決まるんですかね。
から木がありました、最初ありませんでした、で最後根まで戻ってくるじゃないですか。根まで戻ってきた時どっちの番かっていうのはすぐ分かりますか？まあ、これはすぐ分かりそうで、まずすべてのコイン取りますよね。コインを取る、コインを取るターンっていうのがあります。であと下に動くっていうターンがあります。あと上に動くっていうターンもありますね。だから辺の数かける2回プラスコインの枚数だけ、時間が経つとここに来ます、うん、ということは、辺の枚数かける2って偶数だからこんなのどうでもよくて、コインの枚数 かかるので、ここに来た時はコインの枚数次第で先手後手が変わってます。偶数回した後にここに来るんだったら同じ人になってるから、まあ、まあまあそんな感じです。コインの枚数次第ですね。だから先手のスコアプラス後手のスコアはコインの枚数になるのでそこから計算できます。はい、ということは、まあじゃあ DPN 考えようかってなった時にどうするかっていうと、とりあえずこうたくさんあるわけですね、子供が。でどういう順番でいけばいいのかっていう話なんですが、だから先手この人ちょっと待ってよ、うん、まあ各頂点についてそこに行けば何点もらえるみたいなのが、うん、そう、そこに行ったら先手の人はここに行って後手に上げるんだけど、その後先手だから後手に1点上げつつ、何本もらうかみたいな感じですね。で、DP でいいのかな。なんかさっきのね、考察で思うんですけど、これすごい損なんですよね。なんか動かす人、動かしたら取られて、動かしたら取られてってやるから、さっさと終わりたいみたいな気がするんですよね。さっさと終わりたくて、で、上に上がって、上に上がってて、こう偶数回、奇数回上に上がった時に次自分のターンが来るんで、わーって取りたいみたいな。で、奇数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 みたいになっていくわけですよね。うん、でまあでも DP だと思います。こういう風になってて、さあどういう順番にやればいいでしょうって話なんだけど、まずターンが奇数個頂点があるやつと偶数個頂点があるやつがありますね。はい、でまず奇数個のやつどっちだっけ、下ろし、先手の人は下ろしたらすぐ取られます。でその後先手をするので奇数引きだから偶数になって、偶数回やった時にここに戻ってくるってことは、先手の状態でここにいるってことだよね。はい。だから後手に移しちゃうのか。はい。だから偶数の時、先手は再び先手ができます。ので、まあ偶数全部取っちゃってなのかな。偶数の取りたいやつと取りたくないやつがあると思うんだけど、どうせ自分が負けるやつとね、取りたいやつ取っちゃうというのと、まあだから、プラスのやつと、まあゼロのやつはどうでもよくて、マイナスのやつがあって、で、ここでターンを変えるやつ、プラスとかゼロとかマイナスのやつがあると。うん、で、最初の人は偶数取れば次も取れるので、どんどん取れるんだけど、奇数の方を取っちゃうと交互になっちゃう。まあだから、プラスになるやつ全部取ったらいいのかな。で、あとは、交互になるよね。プラスのやつ全部取った後に、まあ0も取っていいんだけど、で最後に奇数のやつを自分で取りましたら、相手の人は、うん。はい。相手の人、まあ、奇数のうち半分は取らないといけなくて、そのうち大きい方からいくつか取っていくことになるから、うん、偶数全部取って、あとは奇数の方から交互に取っていけばいい感じになると思います。うん。で、最後に偶数がたくさん余ると思うんだけど、それをどっちが取るかはもうどうしようもないので、普通にやれば OK で、あとから、そうですね、偶数のサイズのうち正のやつを全部取り、で奇数は大きい方から交互に取り、あ、交互に取るっていうのは奇数のやつがですね、こう
を大きい順にやると、なんか、プラス、大きいプラス、ちっちゃいプラス、どんどん、どっかでゼロになって、マイナスマイナスマイナスとかになるじゃないですか。で、最初奇数のこれ取って、次、こっちはこう、後手が取ります。で、こっちが先手が取ります。後手が取ります。という風になるはずです。はい。奇数のやつは全部違う人が取ることになるんでね。はい。で、偶数は余るやつはどっちかっていうのは奇数の個数次第ですが、まあ、それは組みながら考えましょう。はい。というわけで、さすがに奇なので、こうしましょう。C 言語で書いていきます。C in N。C in N、ポイント i は2から P、Pn ですね。C in ペアレント、カッコ i は、てか pi は、C in ppi か。はい。チルドレン、カッコ、p カッコ i ドット、プッシュバック i です。じゃあ、dfs1 をしましょう。c out、dp カッコ、1。エンドエル、はい、これでいきましょう。のでまずサイズを知りたいですね。ああどうしよう。DP すると、まあちょっととりあえず DFS イント X、はい X だけでいいんですね。はい、こうオートチャイルドチルドレンカッコ X ってやるとチャイルドがたくさん出る。チルドレン作りましょうか。ベクターイントチルドレン。サイズ、はい。でやって、はい、チャイルドもらって、あと何するかというと、チャイルド、DFS チャイルドしてもらいますと。はい。で、DFS チャイルドしました。あれ、なんでこのコロン怒られてるんだろう。Invalid range expression of type int no value begin。はい、これはたくさんあります。頂点10の5乗項。111234と、はい。で、ベクターイントオッズと、ベクターイントイーベンズを作ってあげましょう。うん、で、if、サイズ、うん、まあ、サイズっていうのがあって、サイズオブチャイルドが、オッドだ、まあ、1だったらオッズに、DP チャイルド突っ込んで、うん、やっぱ DP は、DP をペアにしましょう。はい。うん、これで、そうそう、その方がいいよ。ペア DP111234 個。あ、これ10の6乗じゃん。10の5乗でいいんですよ。はい。で、サイズがね、まあ、サイズというか、イント、サイズは、DP チャイルドの、ファーストたす、DP チャイルドの、まあ、セカンドですね。はい。もし、サイズパーセント2が1だったら、オッドドットプッシュバック、オッドとか、この人は P ですね。プッシュバックディープチャイルド P で、それでまあまあこんなことしなくても、シルドレンズ、ああなんか変な名前、DP ズ、テンプか、テンプドットプッシュテンプカッコサイズパーセントにプッシュバック DP カッコチャイルド、はい、ソートしましょう。ソートの仕方が難しい。テンプカッコサイズパーセントに、ああ、だから、ポイント i は0、i は1、2i プラプラ、テンプカッコ i ドット、こちらです。ソート、テンプ i、ビギン、テンプカッコ i ドット、エンド。で、ソートするときの関数なんですけれども、どうすんだっけ、x、イント x、イント y。で、イント x じゃなくて、ペア x、ペア y をもらって、で、リターン、X とファーストが大きい方からいいから、まあ、自分がどれだけもらえるかって、X とファースト、X とセカンドですね。これと、y.first、
ワイルドセカンドで大きい方が前に来てほしいからこうしましょう。うん、これいや、まあ、こんなにいらなくてこうでいいんだよね。ダメ出しこれで合ってたっけ書き方。あ、リターンのスペルが間違ったね。はい。あ、で、そっとしました。はい。これでそってきました。はい。では、まず、グスの方は好きなだけ取っていきましょう。おお。あー、でも待てよ。大きい方から順番取っていきたいから、ちっちゃい順に相当して、ポップバックしましょう。ホワイル、テンプ、カッコ、i、あ、0、ドット、エンプティじゃなくて、エンプティじゃなくて、テンプ、カッコ、0、ドット、バック、ファースト、シュク、テンプ、カッコ、0、ドット、バック、セカンドが0より大きい、まあ、以上でも、どっちでもいい。ならば、プッシュバック、ポップバックしていきましょう。テンプ、カッコゼロドット、ポップバックしつつ、あ、はいはい、dp、アンドアンサーは、dp カッコの x ベースとしておいて、アンス最初00だよね。うん。だから、アンスカッコ0プラスは、テンプカッコゼロドットバックドットファースト、まあ、ファーストセカンドをそのまま足して、なんかペアのね、足し算はね、作っておきたいよね。はい。押します。で、あとは、どっちのターンかなんだけど、だから、スワップ度は0とかにしといて、ホワイル、あ、どうしよう。まあまあね、ホワイルテンプ、カッコ 1.empty じゃない限り、後ろから順番にポップしてやっていきましょう。テンプカッコ1ドット、begin、begin じゃなくて、カッコ1と、オート、テンプはテンプカッコ1ドット、バックで、テンプカッコ1をポップバックしましょう。で、テンプがかぶったぜ。テンプじゃなくて、p、p にしといて、あ、どんどん変数名が読みにくくなってくるんで、if、スワップド、スワップ、ピドットファースト、ピドットセカンドして。うん、あー、ちょっと待って。そうだった。1個上げるんだったわ。うん、やっぱ最初、あれだな。DP めんどくさいんで、持ってることにしません？先手で N にある状態で始めましょう。N にある状態でして、最初だけちょっと気をつけましょう。だから、青木くんから始めたことにすればいい。おーっと、どうした？ああ、しまった。何かが起きた。はいはい。N には、あることにしましょう。あ、最初ないけど、青木くんから始まったことにして、青木くんは最初マイナス1点から始まりますというふうにすれば OK ですね。で、なんだっけ、うん。で、何をしようかというと、ちょっと待ってね。サイズとかは合ってる。合ってます。で、奇数の時に、どっちの人にあげるのか。だから、ちょっともう一回整理していいですか。はい、木があって、子供がいて、こっちの先手の人、今あります。あるので、先手取ります。先手プラス1します。で、後手がどこかに下ろします。後手の人がもういいやつ全部取って、あと交互に取ってってなるから、後手の人が取るということで、そうしましょう。で、後手の人が取って、取るよね。で、じゃあ後手の人が、下ろすと、ああ、だからそっか、嫌なところに後手は下ろしていくのね、自分が。だから相手の、うん、そうね、後手の人は相手のプラスが減るようにしたいから、
後手の人は奇数に下ろし、あ、まあ、てか自分がプラスになるやつから下ろしてるんだよね。だから自分、うん、自分のいい順に下ろしていきます。で、そうそう、どう、いくつの時、ここに奇数個あったら、ここに戻ってきた時、先手に戻ってくるから、なんか奇数個の時入れ替わるのはそれはそうなので、奇数個の時入れ替わるのはそうで、ちょっと、まずね、ここに来ました。先手の人はアンスプラス1します。アンスドットファーストプラスイコール1しますね。で、ターンは、ターンスワップとじゃなくてターンイコール0にしましょう。で、あとは子供を順番にこういろいろやっていくんですけど、基本後手の人がどっちに下ろすっていうふうにやっていくから、ターン1から始まって、これなんですが、どっちしようかな。後手の人がいくら得るか、後手の人がどれだけ有利になるかで、ちっちゃい順に並べて、で、あとはもう後手の人はとにかく偶数のいいやつがあったら取って、なかったら奇数を取るというふうになります。だから、while temp 0 .empty temp 0 .back .first で、これはセカンド引くファーストですね。これが0より大きい場合は、ちょっとこうしとくか。普通に、ひっくり返って、スタンドとファースト。偶数のやつだから、偶数のやつの中で、セカンドの人、まあだから、こうか。うん、そうですね。はい。っていうのをやって、で、あとは、イント、ターンは0で、ターンが、あ、今奇数は目の人か。まあいいや、奇数番目の人は、上から交互に取っていきますから、P はテンプ、シロットバック。まあ何回やったかでいいか。はいはい。ターン、これにしといて、ターンパーセント2が0だったら、まあ、0の時は、奇数番目の人がやってるので、よくて、その時はひっくり返して、あとは足してください。アンスドットファーストプラスは、ピードットファースト、アンスドットセカンドプラスは、ピードットセカンドですね。で、ターンをプラプラしてあげて、はい、ターン何回やりましたかということで、最後に、同じことを偶数でやってあげます。はい。で、こっちだとターンは変わりません。ずっと同じ人がやってください。はい。で、リターンすれば OK かな。はい。これで OK。これ、P はいらないね。はい。P で終わったね。で、NP。はい。さあ、これでいいのかなと思いきや、これ後手の人ですね。はい、青木くんから始まってることになってるので、後手です。ちょっとね、ややこしいゲームでしたね。はい、これだと。お、セグフォー。セグフォーかー。はい。c.cpp-gtp を起動して、はい、p テンプ、テンプはテンプ2個あるね。ああ、これじゃ定義したことない。まあでも、でも p はテンプ、オート p、 これ何行目ですか。65行目こちら。あ、そうだそうだ、そりゃそう。ここゼロに入らないといけない。うっかりしました。
はい、どうでしょうか。ゼロ。うん、ゼロか。本当に？本当っぽいな。まあ、最後に、なんか言わせればいいかな。やると、X、アンソットファースト、アンソットセカンド。コンパイルに時間がかかりますね。あら、先手の人ばっかり取ってる。あ、てか、そうか、そういうやつだ。うん、そういうやつなので、あれじゃあ、ゼロでよかったのかな。ゼロでよかったのか。あれ、でも、最初に、最初、コマがある前提なんですよ。アンサーとファーストに1個増えて、あれ見て、もしかして、あ、各頂点にもある。根にもあるんだ。はいはい。じゃあ、これでよかった、全然。あ、じゃあ、普通に最初からボケてましたね。普通に全ての頂点にありました。あ、で、そうそう。だから、ファーストを、あ、違う違う。何ともの答えてるんだ。はい。1ロットファーストを答えてくださいになって、はい。10で OK で、これは2だそうですが、になりました。これは5だそうですが、これになりました。ということで、なんかあった気がするので、この余計なCアウトを消して、大丈夫か見て、大丈夫か見て、大丈夫そうなんで、PB コピーを使って、コピーして、ここに貼り付けて、あれ全部、ああ、しまったしまった。全部選んで、全部選んで、どうだっけ、ここ、はい、で、PB コピーね。はい。どうぞ。どうでしょうか。頂点数少ないから別に、あれだよね。オーバーフローは関係ないね。オーバーフロー関係なくて、さあ、どうですか。あ、AC ですね。ありがとうございました。じゃあ、次 D やります。